とじめてある。マンション前の歩道にルール違反のゴミが出された。それも紙の資源ゴミばかり大量に。決められた曜日に決められた場所に出せば何の問題もないのに、なぜ無視するのだ？まったく困ったもんだね。去年亡くなったはずの老母が嘆いている。そのままにしておいていいよ。中を調べて俺が犯人を特定するから。そこへ同じ住人の小柄な男が現れ報告する。発表会のチラシが入ってましたよ。これは幸先いい。よし、いいぞ、とっちめてやる。ところがそこで電話の呼び出し音に起こされた。慌てて寝袋を抜け出し受話器を取る。はい。プツッツーツーツー。くそ、なんなんだよ。